それは早くメリちゃんを見つけてここから出た方が良さそうね。俺ゲームしてる最中にさ、ゲームしてる最中に他のこと絶対喋んないんだけど、ここで速報だけ聞かせて。うちの母ちゃんから LINE が来て、おはようございます、今日は出張で東京に来ました、今から中央線でなんとか島に行ってきます、同じ空気を知っていますよ、昨日 YouTuber のヒカキンがサンマのテレビに出ていました、気持ち悪い、すごいお金持ちだそうですが。やっぱ見る目あるんだよな、うちの母ちゃんは見る目あるな、ほんと危険な匂いがプンプンするわ、ごめんなさい、あの話の腰を折ってしまって申し訳ありませんでした、危険な匂いがプンプンするわ、早くメリちゃんを見つけてここから出た方が良さそうね。